アンドリュー・タイラー・ハンズブローはアメリカ合衆国ミズーリ州出身のプロバスケットボール選手。ポジションはパワーフォワード。19歳でノースカロライナ大学に進学し、ターヒールズで4年間プレーし、平均20ポイントを記録。3年生時には平均22.3ポイントを記録するなど、同大学のスター選手として活躍し、2009年にはタイローソン、タイラー・ゼラー。 ウェイン・エリントン、ダニー・グリーン、エド・デイビスらと共に NCWA トーナメントを制し全米制覇を成し遂げた。そしてハンズ・ブローは2009年の NBA ドラフトで13位でインディアナ・ペイサーズから指名を受けた。2年目の2010から11シーズン後半から頭角を表し22試合に先発で起用された。しかしペーサーズは2011年オフにデビッドウェストと 契約し、ハンズ・ブローは引き続き、ベンチスタートを強いられた。2013年7月2日、ペーサーズは、ウェストとの再契約を優先するために、ルーキー契約を終えた、ハンズ・ブローにクオリファイングオファーを提示しないことを決定。ハンズ・ブローは7月15日に、トロントラプターズと2年契約を結んだ。2015年7月21日、 シャーロット・ホーネッツと契約した。2016年夏以降 NBA とのチームと契約することができなかったハンズ・プローは2017年に入り D リーグから NBA 復帰を目指すことを表明し3月1日にフォートウェイ・マット・アンツと契約した。2018年から3年間中国リーグでプレーした。2021年2月選手生活に区切りをつけ 大学バスケットボールの解説者として再出発することが報じられた。サイコティーの異名が示す通り、リバウンドやディフェンスで体を張るプレースタイルで、オフェンスリバウンドを取る術にも長けており、味方にセカンドチャンスを生み出す。一方、オフェンスの方は NBA 入りして、以降2桁ポイントを記録したのは2010から11シーズンのみで、ファウルトラブルに陥る傾向が多いために、 出場時間が限定されることもあり、攻撃面で重宝されることは少なく、大学時代は30%台の確率を、誇っていた3ポイントシュートも、NBA 入りしてからは2014から15シーズンになってからようやく決まるなど、大学時代の得点力は影を潜め、すっかりロールプレイヤーに落ち着いた感がある。弟のベンもバスケットボール選手で、 兄とは違い191センチメートルのポイントガードである。ベンはノートルダム大学卒業後、ユーロリーグを主戦場としているが、2012から13シーズンはインディアナペーサーズで兄と一緒にプレーした。バスケットボールレファレンス .com モバイル。ありがとうございます。